ヨーロッパ選手権では1位、そして先日のソルトレークシティオリンピックでは4位と着実に力をつけてきています。ロシア、タチアナ・トットミアニーナ、マキシム・マリニン組です。ショートプログラム、曲はロシアミュージカルスター&デス・オブ・ホアキン・ムリエットです。非常に調和の取れた組ですから、当然メダルを狙う位置に来ると思いますね、はい、オリンピックでは4位とあとわずかメダルに届かなかったというペアですからね、はい。質の高いスローのトリプルループですね、はい、軸が全くぶれませんでした。大勢のペアが3回転のサルコジャンプはするんですけど、ループは非常に難しいんですね。さあ、これもありました、サイドバイサイドのトリプルトーループ。なかなか2人分かれてジャンプを飛びますと見にくいんですけども、男性と女性のちょうど間ぐらいを見るとよく見えますね。このスピンのユニゾンも非常にいいですね、はい、トリフト。これはリフト系で踏み切りだけが規定されてますね。白い氷と紫色のコスチュームが見事に溶け合いました。ロシア、タチアナ・トットミアニーナ、マキシム・マリニンです。さあ、それでは今の演技を振り返っていきましょう。まずはオーバーヘッドリフト、ワンハンドで下ろす時もワンハンドでした。最後のフォローまで非常に丁寧でした。はい、トットミアニーナ・マリニン組の得点が出ます。第1採点、高い得点が出ました。 5.5 から5.7、 5.7 が3人ジャッジ出しています。そして表現力、会場からもおーという声が漏れました。 5.5 から 5.8、 4人のジャッジが 5.8 を出していますね。今の演技に満足したというような表情を見せています。トットミアニーナ・マリニン組です。